はい、皆さんこんにちは、ジェイと申します。今日はですね、えー、安倍の生命についてのお話ですね、見ていこうかなというふうに思います。 定期テスト対策で、安倍の生命、混着物語ですね、見ていきたいと思います。で、今回はね、カエルのお話を見ていこうと思います。えー、3つね、えー、エピソードがあるんですけども、それぞれ3つ分けてね、動画出そうかなと思います。えー、古文や漢文っていうのはね、ちょっとあの、教科書によって違うので、表記が、えー、もし動画とね、表記が異なる場合は、皆さんお持ちのね、えー、教科書の方を見てください。では、行きましょう。また、この生命という風になってます。 ますねまた、ある日のことを、この生命が、広沢の官庁僧侶と申しけるですね。まあ、ここは丁寧で撮ったらいいかなと思います。作者から読者に対して。まあ、字の文なんでね。で、過去の助動詞の蹴りを使ってると。人のごぼうに参りてという風になってますね。参上するという形の謙譲語ですね。これは、ま、あ官長というね。謙譲語は目的語を高めますから、目的語になる。 官庁総長のところに対してっていうところですね。作者から官庁総長に対する謙譲語です。広ロさん、の、官庁総長と申す方のお住まいに参上し、物申し受けたまわりける間っていうところですね。受けたまわる謙譲語ですね。作者から、えー、これもね、受けたまわる。生命が官庁からお話を受けたまわるというふうに取ればいいと思いますので、官庁に対する謙譲語と。 で、過去の助動詞というふうになりますね。若き金達、騒動もありて、というふうになります。お話を伺っていたとき、そばに若い金達やね、そうたちがいて、 生命に物語などして曰くですね。生命にいろいろと話しかけて言うには、そこの色人を使いたもうなるわ、という風になってます。多も尊敬語ですね。会話の中で敬語が出てきていたら、これはね、喋っている人が使っていることになるので、若者たちというのになりますね。で、実際にこの色,色人、色神式神って呼ばれるやつですね。を使っているのは生命という風に考えられるので、生命に対する尊敬語。 で、伝文推定の助動詞のなりを使ってますね。あなたは式紙を使いなさるらしいがという感じですね。たちまちに人をば殺したもらんやというふうになってます。このたもも一緒ですね。若者たちから生命に対する尊敬語。で、ラムは現在推量とか現在伝文円曲とか、えー、いわゆる推量系で取ればいいかなと思います。疑問の形助詞のやを使っているところですね。すぐに人を殺すことがおできなさいますか というふうに質問してきました。まあ、むちゃくちゃ、ちょっとからかってる感じもあるんだと思いますけどね。なんか、敷紙とか使うらしいやん、みたいな感じで聞いてきて、人とか殺せんのみたいな感じで聞いてきているという状態ですよね。なかなかな感じのからかい方ですが、生命です。 道の大事を書くあらわにもというふうになってます。この道の大事というのは一体何かというのが問題で出てきたら、陰陽字の日ごとに関わることだというふうに説明してあげてください。陰陽道のね、日ごとに関わる、わかることをね、これよくもぶしつけに問いたもうかなというふうに生命は言ってますね。このたうは生命の会話の中で使われているので、尊敬語、生命から若者たちに対する尊敬語ですね。問うっていうね、質問 質問する主語を捉えたらいいとお尋ねなされますなと言って、まあ、そのままさらに続けてます。安くはエコロサジですね。 え、ほにゃらら、打ち消し。で、不可能になるので、何々できないですね。うん、まあ、殺せないだろうという感じですね。まあ、そう簡単には殺せないだろうというね。ここ、現代語訳が出るかもしれないなと予想しているので、チェックしておいてください。少し力だに入れてそうらえば、必ず殺してんというふうになってますね。このだには、副助詞で、類推ですね。え、さえとかっていうふうに役を作ったりします。 で、ソーラへ、サブラヘですね。これは丁寧語です。生命から若者たちに対する丁寧語というふうに取れますね。で、必ず殺してむ。てむ、なむ、つべし、ぬべしとかのてっていうのは、脅威の助動詞のつというふうに取れますね。 で、ここはまあ、水量で取るのがいいかと思います。少し力を入れさえすれば必ず殺せるだろうという感じですね。まあ、なかなか生命もむちゃくちゃ言ってますよね <laughs>。ここまで現代語訳で聞かれるかなというふうに予想しているので注意しておきましょう。訳の場合は、ダニ、ソーラエ、テム、 このあたりのね、文法事項とかを気にしつつ役を出すようにしてください。無視などオーバー、ちりばかりのことセムにですね。ここはならばという過程で取るのがいいかと思います。えー、助動詞の無っていうのは、水量意志、家庭勧誘遠極適当という風うにあるんですけども、後ろに手、 点がついてたりとか、女子がくっついている場合は、家庭で役を作ってあげると綺麗にいくことが多いですね。虫などは、ほんのちょ,っとことちょっとしたことをするならば、必ず殺しつべきですね。つべし、ぬべしのつは脅威というふうに取れます。はい。まあ、できるだろうがという感じですね。必ず殺すことができるだろうが、行くようを知らねば、打ち消しの助動詞に罪をうぬべければ、ぬべし、つべしのぬは脅威ですね。 はい。脅威でベケレ。ここは水量で取りましょう。生き返らせる方法を知らないので、罪になるだろうからという感じですね。よし、なき、なり、など言うほどにですね。断定の助動詞のなりを使っています。連体形にくっついてるんでね。無益な殺生である、などと言っているときに、庭よりカエルの5つ6つばかりっていう感じですね。庭先からカエルが5、6匹ほど。 踊りつつ、池のほとりざまに生き蹴る過去の助動詞ですね。踊りながら、ウィーって言ってね、池の方に飛び跳ねていくのを見た金達ちが、さは彼一つ殺したまえっていうね、またむちゃくちゃ言いますよね、これね。喋っているのは金達ちになるので、若者金達ちから生命に対する尊敬語です。心民というところですね、これは意思という形になります。 では、あれを一匹殺してみてくださいと、試してみようと言ってます。何を試すのかというと、安倍の生命の実力ですね。いいければ。 生命、罪、作りたもう君かな、というふうになってます。尊敬語ですね。生命から金たちたちに対して言ったので、生命は罪なことをなさるお方たちですね、というところですね。猿にても、心みたまわんとあれば、というふうになってます。ここちょっとね、解釈が分かれるところなんですけども、えー、ここ、鍵括弧をさらに中鍵つけて、さっきね、若者たちが心みんって言ってたっていうふうに発言、鍵括弧をつけるなら、 が金たちたちから生命に対して使っている尊敬語という風に取ることもできますし、もう1個他にね、えー、これそのまま生命の発言という風に取れば生命たちから金たちに対する尊敬語という風にも取れるかなと思います。このあたりはね学校の授業の方とかで何で説明されているかっていうのを確認してください。はい。だが試してご覧になりたいというからには。 という感じですね。私の力を試してご覧になりたいと、あなた方が言うのであれば、という感じです。草の葉を摘み切りて、物を読むようにしてですね。草の葉を摘み取ってね、呪文を唱える様子をし、カエルの肩へ投げやりたりければ、官僚存続の助動詞のたり、で、過去の助動詞の蹴りですね。カエルの方に投げてやると、その草の葉、 カエルの上にかかると見けるほどに、けるは過去の助動詞ですね。その草の葉がカエルの上に乗ると見るや、カエルは真平にひしげて死にたりけるですね。官僚存続の助動詞のたり、で、過去の助動詞のけりですね。カエルはペシャンコにひしゃげて死んでしまったというね。もうなんというという感じですね。そうども、これを見てです。若い僧たちはね、これを見て、色を失いてなん、おじ恐れけるというふうになっています。 形女詞のナムに過去の助動詞のケリがついてるから連帯形になってますね。色を失う、もう真っ青になってという感じですね。震え上がったと。 ここ、どんな心情が求められるかというふうになったら、恐怖を感じているというふうに取ればいいと思います。この生命は、家のうちに人なき時はですね。まあ、ちょっとした後日なんですね。この生命というのは、家の中に人がいない時は、色人を使い蹴るにやありけんですね。過去の助動詞の蹴りに、断定の助動詞のなりを使っています。 にやにかアラムのには断定という風に取ってあげれば OK ですね。で、過去水量の助動詞のケムを使ってます。 式紙を使っていたのであろうかというところですね。訳というのを問題で,で出てきて、まあ、問われるか、あとは例ですね。実際にこの式紙を使っていた例を文章の中から持ってこいというふうに問題が出てくるかもしれません。それはこの後ですね。人もなきにしとみというのは、まあ、いわゆる窓だと思ってもらったらいいんですが、しとみあげおろすことなんありけるですね。過去の助動詞です。 人もいないのに、一人でに瞳度の上げ下ろしをしていたと。だから、自動で勝手にね、瞳が上げ下ろしされているという感じですね。怖っっていうね。また、もう一つ例があります。門も刺す人もなかりけるに。ですね。過去の助動詞。また、門も鍵をかける人もいなかったのに。刺され何度なんありける。というふうになってます。鍵が刺される。 ですね受け身で難ありける過去の助動詞というところです。勝手に閉ざされていたりしたというふうになりますね。怖いねーというところですね。うん、門の鍵が勝手に閉じられてたりしてるという感じです。というね、えー、例としては2つ出ているという感じになりますね。1つは誰も人がいないのに瞳の上げ下ろしがされてる。 もう一つは、門もね、これも誰も人がいないのに、勝手に鍵がかけられたりしているという形ですね。恐ろしい。書くように、剣右のこと、ども、おかり。 ととなんとなんってます。このオ借カリっていうのは形容詞の中でちょっと特殊な形容詞なので注意しておきましょう。何が特殊なのかっていうと、普通形容詞って助動詞続けば仮活用になるんですけども、ここの仮ね、見てもらったらわかる通り、助動詞くっついてないのに仮活用になってますよね。というちょっと特殊な活用するものなので、皆さん注意しておいてください。このように不思議なことが多くあったと語り伝ふるですね。語り伝えていると。 その孫、孫、子孫ですね。今に公に仕えてやんごとなくてありですね。その子孫は今も朝廷に仕えておもんじられていると。その土帝の家も伝わりのところにいてありですね。まあ、この生命が住んでいたお家です。土帝の屋敷も代々伝領されていると。その孫、近くなるまで式人の声などはですね。そこではその子孫がね、ごく最近まで という感じです。式神の声などを聞こえけりで、ね。過去の助動詞使ってますが、聞いていたそうなという感じです。まさにホラーハウスという感じですね。叱れば生命。ただ者にはあらざりけり。と、なんというふうになっています。 にや、にか、あらむのには断定ですね。にの後に助詞がはとしてくっついて、その後にありというね、存在を表す言葉使ってますよね。こういう時はもう断定の助動詞のなりの連用形という風に取ってあげればいいと思います。はい。打ち消しのざり。で、過去の助動詞のケりを使って、されば、この生命は波一通りのものではなかったと語り伝えたるとやという風になりますね。官僚の助動詞という風になります。 ただものではなかったというお話が書かれているというところですね。まあ、実際、安倍の生命がただものではなかったっていうのはどんな例があるかというふうに聞かれたら、えー、カエルをですね、葉っぱ一枚でひしゃげてしまう。えー、そして誰もいないのに瞳の上げ下ろしをする。誰もいないのに門の開閉というか閉じまりというのをしてしまう。 このあたり3つですね、今回の文章の中で例として挙がっていたかなと思います。であとはもう1つね、えー、安倍のノ生命の性格とかっていうのをですね、もし聞かれた場合というのは、安倍の生命ってどんな性格かっていうと、今回ね、若い者たちにちょっと挑発的に言われて、それにね、乗っかってやってしまってますよね。そういう意味では、まあ、ちょっとプライドが高いとか、負けず嫌いとか、そのあたりの性格というものが考えられるので、もし問題で出てと、 できた時というのは安倍の生命のは性格困難ととといいいいいうう風に説明してあげればいいと思いますということで、今回、安倍の生命のお話の、えー、3つ目という形になりますが、混着物語でね、カエルを引き上げてしまうというお話を解説しました。えー、またね、えー、皆さん定期テストの参考にしていただければ幸いです。というところでね、皆さん、えー、テスト勉強頑張ってください。古文はエンタメだぜ。バイバイ。